はい、おはようございます、山中です。今回はですね、ここですね、喉、まあ、食道のあたりの、お話なんですけども、ここをですね、こう自分でこう首とか背中とかもそうなんですけども、整えるために、ここをこうスムーズにするためにっていうことで言いますとですね、このここに誰でもこう鎖骨という部分があると思うんですけども、これがこう、右と左とこうそれぞれ1本ずつあってですね、その真ん中のところのこのつなぎ目のところのところの上ですね、この上のところをですね、そうですね、こう指、人差し指でも中指でもいいですけども、こう指で押さえていただいてですね、ここあんまり強く押さえるとこうブヘってなるので気をつけてくださいね、はい、そこをですね、こう軽くこう押さえるんですけども、この押さえる前に上を向いてください。上を向いてですね、こう硬く緊張させるんですけども、わざとこう緊張させて、それで軽く押さえてください。でこれで軽く押さえたまま、この上向いたまま押さえて、直圧でまっすぐ押さえて、で右左向いてください。はい、このちょっと外側、こういうふうに外側にして、右左とこう大体2箇所、まあ3箇所ぐらいですね、横に広がっていても、最大横はまあここぐらいまで広がりますけども、3箇所ぐらい、広げながら押さえていってですね、でまっすぐ戻してください。はい、押さえるときは上を向いて押さえてください。で、離すときもそのまま離してまっすぐ戻してください。これをすることによってですね、こう押さえてるのは前ですけども、この前ここを押さえることで、こう首の後ろもそうですし、背中もそうですし、喉、食道もそうですけども、ここをこう自分で整えることができます。はい、皆さんもこういったことで自分を整えてみてはいかがでしょうか。それではお大事にしてください。